の GitIgnore を GitHub の GitIgnore のページからダウンロードしてきてファイル作るだけっていう。もし足りないものがあるんだったらここにプルリクをあげればいいですね。個人的にはだいたい添付っていうディレクトリを外すとかそういうのをいつも定番で追加してますけど。すごい簡単でした。だから何もなんかドキュメント前読んだ時、あ、そんな難しくないんだとか思って、ブログ書くまでもないぐらい簡単でした。何もしてないって感じ。何してたっけ？いや、何もしてないですよって。いや、何もしてないですよ、確か。普通のコンソールプログラムですから。ちょっとこのオプションの付け方とか。他のに揃うようにした方がいい。それでうまいと思う。本当に何もしてない。普通のコンソールプログラムもそのままグローバルに登録できちゃう。結構便利だと思います。この仕組み自体。これも、ビルドは、こんなビルドスクリプトを用意してますね。別に大したドットネットパックして、こんな感じですかね。ドットネットツールアップデート、こんな感じ。なんかあるとしたら、環境変数からヌゲットのキーパー、いや、始まってないです。あ、大丈夫です。無駄話です。無駄話。環境変数からこのヌゲットのキーを持ってくるようにして、この中に入れないようにしてるぐらい。これを手で毎回打てばいいんだけど、まあそれも手で打つのも覚えてるのめんどくさいから、クリーンってやったら、なんかガンでディレクトリ消したり、インストールってやったら、ローカルの最新のビルドのやつをバンって自分のローカルに入れたり、プッシュってやったら、ヌゲットのレポジトリプッシュしたりとか、こんな感じ。パワーシェル使おうって決めてからもうずいぶん経ったみたいで、パワーシェルにだいぶ慣れたので。やはりパワーシェルコアですか？やっとコアに移行したんですけど、この間コアに移行して、ダメだ、まだコア使えないって思ったのは、証明書ストアがないんですよ。で、証明書ストアがない結果、Azure PowerShell とかを使ったときに、サービスプリンシパルの証明書認証がサポートされてなくて、それは辛い。で、使えねえって思って、ちょっとそれはね、完全移行は断念した。証明書ストアないと、っていうか、証明書認証で、入れないと、バッジ系が全部全滅じゃない。やっぱり辛いな。最初は単純になんか抜けてるだけかなと思って、もう始めました。はい。単純になんか抜けてるだけなのかなと思って、フルムで移行を送ればいいのかなとソース見たら、これ、証明書ストアないとできないんだって思って、ちょっと、断念しました。そんな簡単な話じゃない。では始めます。コスモス DB のコンシステンシーっていうのは一貫性とか整合性のレベルが複数ありますっていう話があって、その複数のレベルって何が違いますかっていうような話を、一応スタートに、一応600っぽくするために途中から、ちょっと面白そうな話に流していこうとしています。で、コスモス DB を使われている方っています。で、コンシステンシーレベルって何を使われてます？3つ目、セッション？あれ、デフォルトはセッションですね。セッション。なるほど。なんか、チーム、コスモス DB チームがアンケートを取った結果、結局ほとんどの人はセッションでしか使ってないらしいと。頑張っていっぱい用意したのに、みたいな話がちょっとあるみたいですが、でも実はいっぱい用意されたのは結構面白いんです。っていう話をしよう。で、自己紹介は時間が長くなると思われるので飛ばします。一つだけ言うとしたら、この間のテックサミットでちょっとセッションで話をしました。PCI DSS セキュリティ周りの話ですね。ちょっとまあコスモス DB と全く関係ない。ね、でコスモス DB って何ですかみたいなのは、まあこんな話があるけど、とりあえず、ざっくり言うと、ノン SQL で JSON のデータをそのまま取っておきますと。で、世界中にある Azure のデータセンター間でレプリカを持てます。っていう感じですね。で、レプリカ間の間、まあ、データの整合性っていうのは5つの整合性モデルっていうのがありますよ。で、整合性モデルが選べるっていうのは、まあ、言い方ちょっと変えると、使い方とか性能に合わせて、必要な性能に合わせて、整合性をチューニングできますという話ですね。で、なんでそういう話が出てくるのというと、もともと、分散ストレージ、分散データベースっていうのは、っていうか、分散データベースがなぜ必要かっていうところからいくと、分散データベースが必要なのは、まず一つは、可用性を保つためには、レプリケーションを持つ必要があります。話が一つですね。で、システムは複数のレプリカから構成される必要がある。そうしないと、一個ハードが壊れたときに、まあ、データが読めなくなってしまう。バックアップから戻すとかっていう話だと、まあ、バックアップも当然、完全にリアルタイムで取れるかっていうと、そうではないでしょうから、例えばバックアップもディスクの障害で来ますって言ったら、まあ、以前のチェックポイントまでも戻れますみたいな話になるんで、まあ、それもなかなか厳しいねという話があり、基本的に、クラウド上のデータベースというか、まあ、可用性を、保証しているデータベースは、今、レプリカを持っています。複数のレプリカから構成されています。で、そうなるとどうなるのっていうと、まあ、1台に変えて2台に変えてみたいなことをすると、まあ、何台に、例えば3台構成だったら、3台にかけたかなみたいなことを確認してから、OK とか出さなきゃいけないんで、ライトの確認には時間がかかります。まあ、ラグが発生します。で、あと、読んだとき、リードのときですね。リードでレプリカを使うっていう、例えば、マスターがあって、スレーブが2台あります。マスターに書きます。マスターに書いた結果、レプリカにコピーされます。っていう構成だった場合、レプリカ側をリードで使えば、まあ、1台から読むより3台から読めるわけなんで、パフォーマンスが、まあ、パフォーマンスか、スケーラビリティが上がりますとか、そういう話はあります。で、単純、まあみたいな構成だと単純構成で3倍の、まあ、1台で処理するよりも3倍処理できるし、まあ、レイテンシーも低くできるよね、という話はあります。いいこともあるんで、まあ、レプリケーションを取りましょう。でもやっぱり一番の問題は、複数台構成になってると、まあ、読みに行ったときに、レプリカを読んだのか、マスターを読んだのかで、まあ、データが違ったりとか、そういう問題が発生します。で、データがいつも同じであるっていう状態を保証するっていう考え方と、まあ、違っててもいいじゃないと。その代わり、早いよ、落ちないよ、みたいな話が、そういう話が、セットで、まあ、いろんなビジョンがあります。で、一つの方法が同期リプリケーションですね。同期リプリケーションはまあ、こういうことすると当然遅い。例えば3台だったら3台に書かれたのがちゃんと確認できてから帰るみたいにすると当然遅いよね。まあ、3台だったらいいけど、これが100台とか200台だったらどうなるのみたいな話もあって、当然遅い。で、レプリカが、まあ、200台も300台も持つ必要ないんで、通常、遅くなる最も、大きなユースケースは、ですね、例えば日本とアメリカでレプリカがありますと。いったときに、日本とアメリカで同期レプリケーションをすると、レイテンシーで多分100ミリセクぐらいかかると、本当に書かれたかって確認するだけで100ミリセクぐらいかかる。それはなんかとんでもなく遅くなっちゃうよね。じゃあ非同期で。って言ったら、日本に書きました、OK って返します。で、その後、裏側でアメリカにコピーします。って言ったら、日本に書きました OK ってアメリカ側を読みに行ったらまだないじゃんっていうんで、こうセーブ、話になる。まあ、こんな話があるんで、まあ、分散データベースというのはちょっとめんどくさいよねという話があります。まあ、可用性はレプリケーションで担保するよ。スケーラビリティはパーティショニングとか、まあ、レプリケーションの数とかで担保するんだけど、結局、いろんなトレードオフがありますと。読んだ時の整合性とか、あと可用性、あと待機時間、スループと、いろんなトレードオフがあります。でも、こう相反する要件になっているので、それは、まあ、簡単にこれがいいっていうふうに選択できる話ではありません。という話があり、じゃあ、用途に合わせて、いろんな整合性レベルを用意するんで、用途に合わせて選んでもらえばいいんじゃないっていうのが、基本的な発想ですね。で、1、2、3、4、5ですね。これ最近というか、1年ぐらい前に増えて、今5つの整合性レベルっていうのが、コスモス DB では提供されています。とかいう話なんですけど、こんなペースでいいです。はい。で、ここら辺はもうボンボン飛ばしていきます。で、イベンチュアル、結果整合性って日本語で言われてるやつですね。これが一番整合性レベルで低いっていう、特に言われてるやつで、で、これは、まあ、レプリカがあります、レプリカセットがありますと、そこにマスターに書きました。で、読むときは、そのレプリカセットのどこを読んでもいいです。で、そういうふうな仕組みにすると、書き込みデータ、マスターに書いて書き終わったんだけど、まだレプリカに行ってないみたいな状態があるんで、読んだときにデータが最新であるって保証はないです。で、しかも、読み取りの順序の保証もないですっていうのが、この結果整合性ですね。結果整合性、例えばマスターに A、B、C、まあ、みたいな感じで順番で書いてたときに、読んでみたら C の後に A が読めた。まあ、そんな風になるかと思います。それも制約ほとんどないので自由なので、システム的には待ちに入ることがほとんどなく、スループットは非常に良くなります。ただ最終的に書き込みがなかったら、いつかはレプリカはマスターに同期して同じ内容になります。でもいつかは分かりませんみたいなのが結果整合性と言われるやつですね。で、これは、早いんですよ。圧倒的に。なので、例えばログみたいな感じで、書くのはひたすら書きます。だけど、それを読むのはすぐには読まないです。まあ、1時間後かもしれないし、2時間後かもしれないし、まあ1年後かもしれない。みたいなやつならば、これで全然 OK で、これで有名になったのはカサンドラとかですかね。で、こいつがもうちょっと、それに制約をくっつけたやつで、コンシステントプレフィックスというやつで、これは何が違うのかというと、ですね、まあ、大体さっきの結果整合と同じなんですけど、違うのはこの一番下のパターンですね。そのマスターからレプリカに書き込むときに、書き込むの順番っていうのは元のマスターに書かれた順番と同じ順番で書きます。カメラから離れちゃう。例えば A に1を書く。まあ、これマスターですね。A に1を書く、B に2を書く、A に3を書く、B に6を書くみたいな順番に書いたとします。そうすると、読み側は、このセットだったら、A が1で B が2という状態で読むことがあります。この時点で読めば、B2 で、B が2で、A が3みたいな状態を読むことがあります。だけど、A が3で、B が7みたいな状態になることはないです。なぜならば、B の7を書く前に A の5が書かれてるんで、こういう組み合わせで読まれることはないです。これが書かれてる。必ず英語 B7 っていう組み合わせで読まれることがあっても、B7A3 っていう組み合わせで読み込まれるデータっていうのはありえませんっていうのが、コンシステントプリフィックスっていうか、整合性の考え方。で、これはどうやってやってるかっていうと、マスターからスレーブにデータコピーするときに、マスターが書き込まれた順番を保持したままスレーブにデータを送る。まあ、通常の今のリレーショナルデータベースのログ配布とかでやってるのと同じことですよね。まあ、それだけは保証しましょうと。ただ、レプリカが複数個あったときに、レプリカの1個 A はここまでしか、ここまで同期してます。でも、レプリカの B はここまでしか同期してませんみたいな状態はあり得ますと。そうすると、レプリカの A を読んで、その後、レプリカの B を読んだら、データが先祖返りする。みたいな。そういうことはありますよっていうのが、コンシステントプリフィックスです。ですね。で、セッション。セッションは、読み取りはコンシステントプリフィックスと同じですような動きになります。で、あと、この下の方に書いてあるのは、そのセッションの中、同一セッションというものが作られて、そのセッションの中では、読んだデータは、一回読んで、同一セッションの中でもう一回読みに行くと、先祖返りはしません。で、書き込んで、こうずっと書いていっても、その書き込んだ順番は、同一セッションの中では保持されます。自分で書いてもう一回読みに行ったら、それは最新のものが必ず読めますよと。いうのが保証されるのがセッションというですね、同一セッション内でやってる分には、ほとんどストロングというか、整合性が取れたように見えます。だけど、別のセッションから読みに行くと、さっきのコンシステントプリフィックスと同じようなことが起きます。で、これはどういうことかというと、すごい絵とかを描いて説明すればよかったんですけど、これ簡単に言うとですね、セッションって何をしてるかっていうと、書き込みは1台に書くんです。同一セッションの場合は書き込みは1台に行きます。で、同一セッションの場合は、その1台から読む。で、別のセッションは別のレプリカを読むかもしれないけど、この同一セッションの場合は読みも書きも1個のサーバーに集中させる。そうすると、ここはこういうふうに見えるんですね。はい。クライアントセッション。クライアントセッションというのは、はい、ですね。セッションって今みたいなことができるのはどういうことなのかというと、結局、サーバーがいます、クライアントがいます。で、リクエストを出します。そうすると、実はサーバーのレスポンスでセッション ID が書いてあるんです。で、そのセッション ID を保持したまま、クライアントがもう一回リクエストを出すと同じサーバーに行く。で、クライアント側とサーバーとの間で保持されてる、クッキーじゃないけど、セッション ID が保持されてる間は、こういう整合性に見えます。で、一番上の話は、読み取りではっていうのは、他のクライアントがリクエスト出した場合は、他のセッション ID が発行されるので、さっき言った書き込んでるセッションと別のセッションになった場合は、読んだらコンシステントプリフィックスと同じことが起きますよっていう。これで多分ほとんどのアプリケーションは問題ないと思うんですけど、例えば A さんと B さんがセッションコンシステンシーで A っていうクライアント、B っていうクライアント、A さん、B さんいますと。で、別のセッションのまま、例えば物品の交換とかをすると、B さんが見たときは A さんの古いデータが見えてしまい、物あるなと思って、在庫があるからこれ欲しいなと思ってリクエストを A さんに出します。ただ、A さんは自分のセッションの中で見たら、それさっき他の人に言っちゃったからないよ。そういうことが発生します。で、それが、結構それを理解しておいて使わないと結構危なくて、で、それがほとんどの場合問題にならないのは、今みたいなケースだと、A さんのセッションの中で自分のデータの増減したりとかする場合は、他から来て、A さんのデータ見たらあるよね。じゃあこのリンゴ欲しいとかって言われて、で、A さん、B さんからリンゴのリクエストが来たら、A さんが自分のセッションの中でリンゴがあるかどうかを確認して、それが在庫があると返すので、っていうふうなプログラムになっていれば、これは B さんが直接データベースを読みに行って書きに行ったりとかするとおかしくなっちゃうけど、うん。まあ、あんまり問題にならない。っていうわけで、セッションは結構、結果オーライでいい感じで動きます。で、多分これが渾身の力作なんですけど、コスモス DB チームの、バウンデッドステートですっていう。これは、言葉で書くと非常にめんどくさいですが、なんですかね。マスターとレプリカの動機が完全に取れた状態になる。それからイベントレコンシステンスの場合は、いつ動機が取れた状態になるかっていうのは保証しない。ですけど、これは保証します。保証付き。遅延付きのタイムディレイドリニアザリビリティっていう、これ、ストロングな整合性。ちょっと整合性が乱れた期間はあるけど、規定の時間が過ぎれば整合性が取れた状態になりますよっていう、そういうステートレスウィンドウっていうのを設定します。っていうのが、これなんですね。で、これも結構いい感じで使えて、例えば、日本とアメリカにサーバーがあります。日本は、まあ、ガンガンデータが更新されます。アメリカで見ると5分遅れてデータが同期されます。5分遅れのデータになりますよ、みたいなやつはこれを使うと保証できる。で、アメリカ側に書いたときどうなるのみたいなやつは、そのマルチマスターと別の課題があるんで、ちょっと今回触れないんですけど、でも、それをやるための仕組みですね。で、これを本当に実装するために、どんな工夫してるのみたいなやつは、なんか長い話になる。ちょっと置いとくと、説明はすごい、最後のやつは分かりづらいんですけど、強い整合性と、このバウンデッドステートレスの違いっていうのは、強い整合性、ストロングと強い整合性。普通のリレーショナルデータベースとかで使われています。その違いっていうのは、その整合性が保証されない期間っていうのがあります。バウンデッドステートです。で、それがゼロなのが強い整合性っていうやつになります。で、この整合性が保証されない期間っていうのをどうやって指定できるのっていうと、コスモス DB では時間何分ですね。と、あるいは、操作の数。1万オペレーションとか、オペレーションの数で指定できて、それ以降は、ストロングと同じ状態になります。まあ、整合性取れた状態に入りますよ。っていうのを指定しています。指定できます。で、ちなみに書き込みと同じリージョン内。書き込みと読み込みが同じリージョンである場合、つまり東京でしか使わないよ、みたいなやつは、実はストロングと同じです。だから、グローバルに展開したとき、レプリカを展開したときだけ、こういう違いが出ます。まあ、グローバルに展開すれば当然、さっき言った通り、東京までの間だと、100ミリセックぐらいの遅延があるんで、その遅延分をどう見せるかっていう話があって、で、その遅延がある分は保証しませんよっていうのが、まあ、この整合性レベル。で、ちなみにこれちゃんと時間書いてるようだったけど、グローバルの場合っていうか、グローバルディストリビューションで、同一リージョン外へのレプリカの保持っていうのをやったときの、この最大 T の最小値は5分ですね。まあ、魔法とかっていうのは特にないっていう感じですかね、これはね。で、次。まあ、これが強い整合性って言われるやつですね。リニアザイブルっていうふうに言われてるやつ。まあ、書き込まれたデータはどこから見ても常に最新のものが見えますよ。まあ、コミットしたら最新のものが見えますよ。で、ただ、これはグローバルリプリケーションをサポートしていません。で、ちょっと戻ると、まあ、この5つの整合性レベルを用意しましたけど、はっきり言って、ですね、グローバルディストリビューションを使わなければそんなに、性能差はないです。ただ、RU っていうのは、コスモス DB だとオペレーションごとにいくらかかるかっていうのは、リクエストユニットっていう単位でカウントされる。で、RU のコストが、こっちのイベンチャルの方が低く、ストロングの方が RU のコストが高い。オペレーションあたりの単価がちょっと高くなるっていうのはあるとして、同一臨場内だと、この中の違いというか、ここをわざわざ分けなきゃいけないほどの存在意義の違いっていうのは、低いです。ただ、動きは確かに違いますね。例えばこの辺ですかね。イベンチャルの場合は、後戻りしたりとかすることはあるけど、コンシステントプレスの場合は、さっき言ったように書き込み順番に保持した形でデータを読める。そういう違いはあるけど、まあそんなに大きく違いはない。グローバルディストリビューションした場合、アメリカと日本とかに関東分けた場合は、この大きな違いが出ますと。まずはストロングだとそういうことはできません。バウンデッドステートレスだと、さっきの t と k の数っていうのが、最小値が変わります。で、こっち側は、その読み込みがどこのリージョンに対して読み込むかっていうのを指定できて、それによって動きが少し変わりますっていうところがちょっと違いますと。はい。だけど、ストロングがグローバルゼロってのは、ペアリージョンはできるみたいな感じ？できないです。シングルでもできないですね。シングルでもできないのは、シングルでやったとしたら、さっきのバウンデッドスケールですね。うん。同じなんですよ。そう、同じです。ストロングって指定したら、シングルリージョンのバウンデッドスケールですね。後から、こっちだと、後からこっちも後で変えられるけど、結局、こっちにしなきゃいけない理由は、例えば、東京にデータがあります。で、そのデータをアメリカでも使いたいです。でも、ちょっと遅れて見えてもいいです。というときは、ここで使えます。でも、東京でしか使わない。つまり、東京でしか使わないというのに、わざわざこれにしても、そのコンシステンシーのレベルでは変わらないです。で、ただ、中の仕組みは、このための仕組みとかも動いてるんで、ちょっとレイテンシーが変わったり、さっきの RU が変わったりとか、パフォーマンスが若干変わったりとか、っていうのはありますよ。で、そこら辺で落としたところが、これとこれだと思いますね。1箇所でしか使わないと、この差は、そんなにないんです。1箇所でしか使えないんですよ。で、もし本当に1箇所でしか必要ないんだったら、グローバルディストリビューションいらないのならば、これとこれは結局同じになっちゃう。一貫性のレベルとしては同じですと。じゃあ、ストロングになると、いわゆる JSON が使える SQL サーバーとあんまり差がない。グローバルディストリビューションの使えるのは、SQL サーバーとの違いはグローバルディストリビューションだけなのかとかっていうのは、話は多いちょっと置いとくけど、整合性レベルで言うと変わらない。RU がちょっと違うはずなんですけどね。ちょっとお安くなるんですね。でも RU は、オペレーションあたりの単価よりも、舐めるようなクエリ投げちゃった時の、あるいはガッて上がるやつの方が、実際のパフォーマンスには効くし、パーティションまたいだクエリを投げざるを得なくなったとき、つまり、キーでパーティションを指定できないとき、全パーティションにバンって投げて、アグリゲーションして結果を返してくるんで、そうすると、今いくつだっけ？今10かな？あるいは、途端に10になるんですよ。10倍になるんですよ。そっちの方が多分インパクトが大きくて、クエリ破産と一緒な感じで。そこまでです破産するほどの金額にはならないとは思うんだけど、ただ、買っとく形式なんですよ。RU って。リザーブドのやつを買っといて、その分でキャップかかる形式なの。ショートリングかかるんで、エラーになっちゃう。ショートリングで。そこら辺がね、ちょっと難しい。難しいっていうか考えないといけない。で、実はこれらの話をひたすら急いで話しているわけがあります。この先になったら、で、このブログがとても素晴らしい。今の話をさらに細かく、実装もさっき私がこんなふうなレプリカがあったらこうなるよねみたいな話をしたのは、あれは実は本当にコスモ TV がすごいやってるって話ではなく、ダイナモ AWS のダイナモのペーパーが出ていて、でダイナモでやってる形式をベースにしてこんなふうにやってるよっていう説明して、でこれスライド後で公開します。このリンク先にはもっと論文のコニャクを書いてあるみたいなものを含めてもっと詳しくなります。ただですね、まあ、じゃあこれって自分たちの作ってるアプリケーションに対してどんな影響があるので、まあ、こういうふうな動きをするっていうのは分かったよ。それをコード化、どういうふうな影響があるなっていうのはなんかいまいちピンとこないから、さっぱり分からないよね。で、じゃあ、さっき言ったみたいな、コンシステントプリフィックスが保証されてないと、その書き込んだ順番以外の組が読めちゃいます。やつって、じゃあ、プログラム書いて、本当にそうなったらどうなるのっていうのを確認してみようかと思っても、起きないんですよ、と。で、実は、ちょっと前から、この一貫性に関して、まとめて話したいなと思ってて、で、検証コードと一緒にセットで話したいなと思っていたんだけど、はっきり言ってコードで検証できない。セッションがなんとかとかって言うけど、グローバルディストリビューションで遅れたらどうなのとか、それね、コード書いて確認しようと思ったらね、よくわからんですよ。で、随分複雑だけど、これ本当に動いてんのって思っても確認のしようがない。しかも、分散システムはバグの温床で、皆さん派手にバグってるんで、これ、どうしたもんかなと思っていましたっていうのが前半です。で、ここまでの話は、そんなにドットネット600っぽくないかなって書いてある話だと思っていて、で、マイクロソフトはじゃあどう言ってんのっていうと、実は、細かい仕様は TLL プラスの仕様を、スペックを公開するんで、そっち見てね。by マイクロソフトみたいな。そういうことになってて、よし、じゃあそっちを見てやろうじゃないか。じゃあ TLL プラスって何みたいなのを見に行くと、確かに GitHub、Azure の下に TLL プラスっていう拡張子のファイルがあります。なこの場合。おで、ちょっと実物見ますか。ちょっと実物見ましょう。コスモス DB クライアント。ちょっとちっちゃいんで拡大します。このところですね。なんか、こんなファイルがあって、中身を見るとこんな感じになっております。まあ、なんかいろいろ書いてある。なんかいろいろ書いてあるって、これが仕様だという。さて、この仕様を理解するにはどうしたらいいでしょうというのが今日の本題です。で、仕様はそうなんですよ、ということで、これを拡張にしないといけない。拡張にして、ここに設定。一回止めなきゃいけないけど。で、そもそもどんなものなのっていう話になると、プログラムっていうか仕様が正しいかどうかっていうのを、確認するっていうか、っていう話があります。まあ、フォーマルメソッド、日本語だとなんか形式手法と言われた方法があります。で、これって実務とか学校でやったとかなんかっていう人います？中身、考え方だけ教えてください。なるほど。で、さっきの TLL プラス、ちょっとこの先出てきますけど、評価は高く、TLL プラスの評価は高く、実用的じゃんっていう話になって、まあ、で、プログラミングの一般的な問題として、結局、コードを書いて動かしてみないと正しいかどうか検証できない。これ、ユニットテストですよね、テストを見る。結局のところ、コードを書いて動かしてみないと正しいかどうか検証できないよね。だけど、これだと動かしたところしか検証できないし、まあ、細部に立ち入りすぎる。実装の細部に立ち入りすぎる。詳細すぎんじゃない？仕様を書いて検証できればいいよねっていうのが基本的な発想です。で、コスモス DB では、まあ、このあたりに書いてますけど、TLL プラスを使って、まず仕様を作成しました。で、その仕様の整合性を確認し、整合性というか、が正しいかどうかというのを確認して、で、それで、この複数の整合性緩和モデル。整合性緩和モデルというのは整合性がきついのから柔らかいものであるので、その5つのレベルっていうのを設定しました。で、仕様自体の整合性はちゃんと保証済みです。で、その他の利用例として、これ多分 AWS が一番詳しいのを出してる。ここ読んでほしいぐらいなんだけど、昔々だと、Xbox360 の、なんか IBM のチップを使ってるらしいですが、ちょっと私はあまりよく知らないんだけど、このメモリシステムのバグというのがあって、そのバグは、なんかプロトコルが間違ってる。まあ、フリーズしちゃうようなパターンがある。それをバグも COTLA プラスで書き起こして確認しましたというのが、これの話で書いてあり。で、AWS でも、まあ、ですね、ちょっと、ここ見に行こうかな。ちょっと時間がなくなりそうなので。AWS でも、TLL プラスを使って、例えば S3 のバグとか、ディスク周りの ESB だっけ ?EBS のバグとか、いくつかの、あとダイナモのバグか。いくつかの分散システムのバグを発見しました。で、大体14の、ちょっと古いかもしれない。その、元の TLL プラスが S3 ランポートという人を作ったんですよ。その人のビデオコースの中だと、確か2014年のレベルで AWS では14のシステムで、TLL プラスを使ってますと。で、非常に効果が高い。しかも学習がそんなに、なんていうか難しくないみたいな。まあ、ちょっと、本当かなとかちょっと思いましたが、みたいな話がある。で、分散システムの整合性を確認するというか、整合性の取れた仕様を作る。で、本当にそういう整合性を取った実装にもなっているかっていうのを踏み込んで確認するためのツールとして非常に有用だと言われていると。面白そうじゃんって言って TLL プラスの話に入りますと。よし。で、TLL プラスって誰が、S3 ランポートっていう、ラテフの人ですね。ラテフを作って、パクソスとかラテフで有名な。この人が作りました。もうだいぶ長い間やってるらしいです。細かい話はちょっと、この辺も読んでいただけると。で、TLL プラスっていう使用記述言語があり、プラスカルっていう、これなんかね、あれです。これ本当になんか記号で、さっき見せたような、書いてあって、なんだかよくあるんですけど、こっちはもうちょっとプログラミング言語に近い、プリプロっていうか、疑似言語みたいなのがあります。この疑似言語で書くと、トランスレーターで TLL プラスに転換してくれて、で、それを、まあ、整合性を確認するってシステムで確認してくれてあります。で、一応IDE のツールが提供されていて、これ使えば誰でもすぐに試せます。TLL プラスツールボックス。ものは Eclipse のプラグインかな、実装されているのは。Eclipse ベースのツールになっています。じゃあ、ちょっとこれを使って簡単なデモしてみましょうっていうのが、ここからの話なんですが、時間的にどれぐらい残っているかっていうと、まだ30分ぐらいある。ちょっと、拡張使いづらいな。何もないところから、これからやってみるのは、ちょっと手元のカンニングペーパーを見ながらやります。アリスとボブっていう2人の人がいて、で、アカウントを持ってます。で、2人の間で送金します。みたいな。よくあるパターンをちょっとやってみますね。で、なんか、ダウンロード。ダウンロードすると、しまうと結構辛いですね。なんか、これ、適当にこう、エグゼを展開していて。デプリケートしよう。DL することをしゃべり。で、こんなツールが立ち上がるので、タスク、スペックを作ります。作って、非常に慣れてないんだけど、でもこう作ると、こんな感じで、空のファイルができるので、ここに、最低限、こんな感じのマイクロペイメントをやっています。上から簡単に説明すると、このエクステンドというのはこのインポートみたいな感じですね。で、この中のここの部分が、実はこれ、TLA プラスのコメントで、ここからここまでがブロックコメントになってます。で、TLA プラスのコメントの中に、タスカルのこういうコードを書きます。で、基本的な作りです。で、これは結構見やすくて、例えば変数。最初に変数宣言します。アリスのアカウントが1000。ボブのアカウントが1000。で、マネーが、これトランスファーする金額ですね。例えば1000、1500、200の話。で、ビギン、エンドの間に書かれているものが、順番に実行されます。ラベルがついてて、A っていうのが、アリスのアカウントからマネー分を引く。で、B っていうのが、ボブのアカウントに、マネー分を足す。こんな感じのものを書く。で、保存して、ショートカットで選べるとこっちで、これコントロール T を押すと、このクラスカルのコードから TLF プラスのコードが生成されます。どうかここら辺に。これか。ベロンって出来上がりました。こっちの中の説明はあまりしないんですけど、こういう最初に変数が設定されます。初期状態がこういう状態から始まりますっていう初期状態が定義されます。ですね。パーリースのアカウント。で、この山みたいになってるのがアンドですね。アリスのアカウントが1000、ボブのアカウントが1000、マネーが200、PC が、プログラムカウンターみたいなのがあるんですけど、ステートが今、次で、が A になります。というのがこういう形。つまりこのやつだと上から流れてきてバリアブルで宣言されたやつが begin で、まず A が実行されます。で、PC=A ってなると、今度 A のステートに移って、このイコールイコールが定義ですね。普通のプログラム言語のイコール。で、PC が A っていうのは何ですか？だから、PC が A って時にここに入ってきます。では、今度は RS のアカウントからマネー分を引きます。で、今度は引いたら PC が B になります。みたいな感じで、こっちの、TLA プラス側を引きつつあります。TLA プラス側よりも、TLA プラスを最初に作ったんだけど、プログラマーには馴染みがないねっていうことで、こっちのクラスカル側の文法を作ったらしい。ですね。こんな感じになります。じゃあ、ちょっとこれを動かしてみましょうか。そうしたら次は、モデルを作ります。モデルってこうなって、ニューモデルを作ります。なんか、モデルには、基本的には、このモデルの中には、さっきの仕様が動く前提条件とか、どこから始まるとか、そんなことをいろいろ定義するんですけど、あんまり細かいことをやっていないので、とりあえず、物だけが必要だから柄を作ります。で、そうしたら F11。で、これで、モデルのチェッカーが動いて、で、特に問題ないですね。最後まで動きました。これ何もしてないんで、こんなことが。こいつは何をしているかというと、これ初期状態が1個なので、この初期状態で、ここのビギンからエンドまでのアルゴリズムを動かして、で、動きましたかみたいなやつを見ているだけ。じゃあ、これにもうちょっと何か追加してみましょう。アサーションを追加してみましょう。例えば、ここで、C という項目を追加しました。アリスのアカウントが0以上であるというのを確認しましょう。これは違反すると、エラーになります。この状態だと200引いてもマイナスじゃないんで、こいつをちょっと実行してみましょう。こういうふうに、特にアサーションには引っかかります。ここをまた、例えば2000にする。これ、トランスレートして、この部分をちゃんと TLA プラスに反映しないといけなくて、これをよく忘れる。これ、例えば2000にすると、こうなるでしょう。今度はエラーって出てきます。これは、このウィンドウを大きくした。エクリプスを使う人が分かるかもしれない。していたのかもしれない。ここに今、どういうパラメータで動いていたかっていうのが出ているので、この図をちょっと今説明すると、まあ、最初に変数に入れた通り、アリスのアカウントが1000、ボブが1000、マネが2000。で、その後、A に移行します。A に移行したら、アリスのアカウントが2000から引いたんで、今度アリスのアカウントにマイナス1000になりました。で、それと B にそのまま移行して、ボブ側に2000足して3000。という状態になって、で、アサーションが、C でアサーションが走ると、エラーが分かりづらいんですよね。アサーションエラー。よいしょ。ここに。ここでエラーが出て、このアサーションに引っかかりました。で、まあ、こんなようなことができます。これだけだとつまんないので、ちょっと時間もあるから、適当に今までやったことないパターン、アドリブでいきます。例えばこうする。マネーを1から2000っていう意味なんですよ、こういうのを書くと。そうすると、初期状態がこれで、アリスが1000、ボブが1000、マネーが1から2000っていう2000パターンで、このロジックをガーッと流す。そうすると、こうなって、改善させて。トランスレートで選んだ。これ、どういう順番でやるかは、なんか適当にやってるらしく、これ、1002の時に考えました。おマネーが1002。順番にやってるわけじゃないらしいです。その時に、アサートに引っかかります。で、こうやってエラーになる条件っていうのが分かります。で、例えば、じゃあ、これはこうです。そうしたら、まあ、よくあるパターンは、アリスとボブとの間で、例えばアリスからお金を引いたんだけど、この B 側の処理が終わらないで、なんか中断しました。で、不整合発生します。みたいなやつは、仕様としてみたいなパターンが考えられるんですね。で、ちょっとエラーから順番に攻めると本当は話が違うんだけど、そういう場合ってどうやって仕様を書いてあるのがいいのかっていうと、例えば、まずそういう場合を想定して、それって結局、アリスとボブの金額の合計値がどっかで変わってしまっているという状態だと。つまり、アリスとボブのアカウントの合計値っていうのをイニシャルのバリアブルで定義して、PLL プラスとか使えます。その後ろの赤い人に。PLL プラスとか使えます。何ですか？ TLA プラスとか使いますか？ TLA プラス？何ですか？形式手法の技術言語 TLA で、バリアント、インバリアントとしてアリスとボブのアカウントの合計値はこれエラーが微妙なんですよね。合計値はアカウントトータルと同じだよというやつを定義している。ちょっとデータの一貫性が TLA プラスという言語で記述されたりそうです。私もそんなに今得意なわけですが、シーケンシャルをプログラミングで流すみたいな。多分ユニットテストとかだと、例えばデータのパターンとかを配列でやるとか、データベースから引っ張ってきて、でそれをガーッと流したりとかしますね。これは、それをプログラムに対してやるんじゃなくて、もっと擬似言語的なものに対してやります。それで使用自体が正しいかどうかを確認しましょうっていうのが基本的な考え方ですね。お、これどこ間違ってるかな。違ってるらしいんですが、できることは僕みたいな。ん？できることは僕みたいな。それは分かんないです。決定性オートマトの状態遷移で表されるようなことができるはずです。そう、まあそんなような感じですね。結局、中でやってるのは、で、今定義したのは、最初の状態として、アカウントトータル定義しますと。で、このインバリアントっていうものとして、これをいつもどんな時でもアリスのアカウントとボブのアカウントの合計値は、このアカウントトータル、初期値のアカウントトータルと同じです。みたいなやつを定義して、で、インバリアントはこのモデルの中で、モデルの中でいつも定義したのに、不変値としてあるのはどれですかっていうのが定義できて、で、そのモデルの中に整理していく感じです。で、これで、を実行すると、こんな感じで、この A の処理で、アリスからこれだと、2円引いたときにアリスから2円引くとアカウントトータルが2000なのでボブが1000なのにこう足してもこれだねトータルにならないよねアリスとボブを足しても2000にならないよねっていうのでここで。モデルのバリデーションに失敗してエラーになります。じゃあ、これってどうなのっていうと、これはまあ普通にトランザクションを使ってプログラムを書いてる人たちだったら分かる。本来ならば、これは、このアリスとボブのところ、この部分ですね。これって2つのステップに分かれてちゃダメなんですね。これ1個の塊じゃなきゃいけない。それを2つに分けてるっていうのがそもそも間違ってる。じゃあ、こいつをどうやって書きますかっていうと、これを1個の、こういうふうにして、1個にしてしまいます。トランスファーっていう、ラベル貼って、トランスファーの中に2つのステートメントが、多分この書き方合ってると思うんだけど。こうするとアトミッダメですね。こんな風に書くとアトミック、1個の処理扱いになります。なんか面白そうなんですけど、時間なんですけど。なるほど。じゃあですね、この辺りとかは、いろいろ入門用のサイトがあります。でこのリンクがいろいろあるので、今のネタはこの LearnTLA プラスっていうこのサイトから持ってきているネタです。で、それ以外にも日本語で書かれてるやつもあるし、レスリー・ランポート先生の書いてるオリジナルのページに TLA プラス入門的なビデオコースとかもあります。それを読むと、コスモス DB のTLA プラスの使用記述っていうのが理解できるようになるんじゃないかと。そうすると、もっと厳格に、5つのコンシステンシーレベルの違いっていうものが理解できるはずだと。で、さらに自分のアプリケーションの仕様が書ければ、そのコスモス DB の仕様に基づいた、コンシステンシーレベルの仕様に基づいたアプリケーションがちゃんと動くかっていうのを使用記述できるはず。っていうのがはずなストーリーで、結構先は長いんでね。ちょっとなんか、このネタで何回か繋いで、本当にこれってアプリケーションでどこまで使えるのって、万能じゃないというふうに言ってますね。別にランポート自体も万能じゃない。でも、ハマると結構いいし、プログラマーが考えるレベル、どこからどこまではどういうトランザクションっていうか、アトミックに扱うのとか、この時はどういう整合性が取れてなきゃいけないのみたいなのを考えながら詩を書くようになるので、結構面白いと思う。コスモス DB がイメージしてる SLA のレベルが、本当にそれ信用できるかどうかっていうのを検証したいって話なんですよ。それは測らないとわからないんで、マイクロソフトしか結局数字は持ってないんですよね。で、なので、あれですよね、システム要件に、ビジネス要件とかと合わせて、例えば5分遅れてもいいよっていう、それを交渉に持っていけるかどうかっていうのを、例えばその5分が。それは、まず一つあるのは、マイクロソフトが言ってる SLA が、例えば5分だとするじゃないですか。マイクロソフトが5分って言ってるんだから、5分で、何も無条件にその5分という数字を受け入れますなのか、こういう検証をした結果、このような性能だったので、それに基づいて、こういうふうな提案になってますなのかっていうところの違いですね。で、SLA 上は、トリプルナインなのか、スリーナインなのかとか、それって、ね、どうなのっていう。で、しかも SLA に反した時に何が起こるかっていうと、その分お金が返ってくるだけなんですよね。可能の課金されないだけで、それはビジネスインパクトと別じゃないですか。SLA ないのはどうなのかとは思うんだけど、AWS みたいに。ないのはどうなのかと思うんだけど、その SLA があるから全てが解決ですみたいなこと言われても、いや、そうじゃないんだよね。その分回してみてとか、本当にちゃんと作られてるかどうかってね、確認できなくて SLA ありますって言われても、ね、それ困るよねっていうのと、あと、ちょっと話ずれちゃうんですけど、例えば、本当に、何かあったときに、ちゃんとフェイルオーバーするのっていうのは、ある程度、試せないと、例えば、実は、Azure がフェイルオーバーしたけど、アプリケーションついていけませんでしたみたいなやつとかもあったりするかもしれないじゃないですか。どっちかというと、その方が怖い。で、そういうこともあるんで、やっぱり SLA は重要だけど、SLA だけじゃないし、フェールオーバーの問題とか、パフォーマンスの問題とかは、ある程度検証したりとか、踏み込んだところまで入らないと分かんないところまでやって、提案したり、設計したりとか、それっていうのは重要だなと思っているんだけど、コスモス DB に関しては、マネージドサービスがどんどん高度になるにつれて、結構厳しい状態に、そう考えていっても、結構よくできてるんだけど、たまにこけるよねみたいなので、許されるやつはいいんだけど。あれですね、ビジネス要件を手段から持っていくのか、ビジネス要件をコングルミで合わせて手段に近づけるのかっていう、なるほど。それは懇親会で話した方がいいかもしれない。ちなみにすいません。20分からなんですけど、ライトニングトークはもう全部向こうの部屋でやるので、聞きたい人は移動してください。ここでもっと話をしてください。こんな話個人的には非常に面白い、このネタをしばらく。好きなんです。あれ GL を見れば、その一貫性の定義も書いてあるってことですね。そうですね。クライアントから見たときの一貫性はどういうふうに動くべきだっていうのが、TLA プラスの仕様として書いてある。